結婚していいよー化粧水塗ったばっかだからベタベタなんかパックしたら逆に乾燥するんだよねルナって。今日はまあ朝早かったから本当に朝だね。私朝苦手なので本当に朝苦手なんです。早すぎて無理。上半期ねやばい。涙袋あるからあるから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんばんは。こんばんは。ちゃんと櫛あるんですよ。今日はもう眠すぎてベッドの上、布団の上で配信してる。ソファーに座る元気もなかった。ドラえもん見てて、もうちょっとで11時だから配信するかと思って、布団の上だから気づいちゃった。こんばんは。もちもちっていうかベタベタ。おつー、これなんか書き合わせ気に入りって書いたら配信始まった。え、嘘。じゃあそれも後で見とくね。今いるけど今日も帰れしてるよ。1年の半分ね、早くないですか。びっくりしちゃう。よく起きれたよね。ひなのり飲んだら目が覚めた。マジマジで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 起きるんだね、あれって。 YouTube 見てない。全然見てない。アーカイブなさそうだったから。100回目ありがとう。全然見てないんだよ。来いしてるよー。やっほー。近い声出てたでしょ MC。あ、お花だるま出てたっしょ。29時やめて。え、もうマジでコンタクト取ったら一瞬で寝る。本当に12時まで配信できないと思う。眠すぎて多分途中で終わるとか言って盛り上がってね話しちゃうんだよね。まあそれは置いといてでも状況的に、おやすみメール届いたまだ届いてないですか。去年の今頃何してたんだろう。覚えてないです。覚えてないですね。7月でしょ。遊んでた。青春してましたそれな。健康的になりました。ドラえもんネットフリでね、ドラえもんを永遠見続けてるもう次へ次へ次へみたいな。一生見てるドラえもん。やばい。東京グールより見てる最近。本当にダメだと思う。はじめまして結婚していいよ。最近本当にドラえもんやばいんだよね。でもレナ的にはクレヨンしんちゃんの方が好きなんだよね。なんかドラえもんは勉強って感じがちょっとしちゃう。なんか今見てるやつだったら、なんかあのなんか太平、なんかのび太くんがなんかアメリカまで歩いていきたいんだみたいな言って、でなんかわかんない、そんな話適当かっこよかった。本当にありがとう。チャイラブ盛り上がったね。めっちゃ間違っちゃったけど多分。めっちゃ眠い今日。やばい本当に。でもね、今日はなんかちまちま寝たんだよね。そのなんかリハ終わってから本番まで時間があったから寝て、寝たけどココハに起こされて、で帰ってきてから自主練しようと思ったんだけど、自主レッスン場の横にあるソファで1時間ぐらい爆睡したお気に入りなの。なんかレナ、そうダンスのところの横にあるソファがあるんだけど、そこで思いっきり寝てて、そしたらマネージャーさんが来て、マネージャーさんに起こされました。そう、そしたらなんか踊ってた。
制服の目とかこうこうやってピーとかやって踊ってて、なんかそれにつぼって起きちゃった。映ってた？結婚式いよ。寝そう。それ送ったから。先寝るねってか言いそう。うん、メール来た。結構早いじゃん。23年終わったら昨日でも終わらす予定だったのにもう半年終わった。そうだよ、やばい。てか何その予定。聞いてない、聞いてない。謎の予定立ってるんだけど。え？聞いてないよそんな予定。おかしい、おかしい、おかしい。釣ってたんだ。後ろめちゃくちゃ人いたね。詰まってた、なんか山のように。昼夜逆転治りそう。明日の公演もすぐに寝たら治りそうですね。のび太くんずっと寝てる。のび太ちょっとバカでイラつく。何してんの、のびのび太って思う。そうけどね、ちゃんとおとなしく寝落ちしながら見てるドラえもん。話しながら寝落ちはしないね。まだか。メール来てる、来てる人もいれば、なんか場所によってね、来てないとか来てるとかあるんですって。ペンライトもいっぱいみんな分かった。毎回詐欺やもん。詐欺だね、確かに。オーディションの申し込み日とか知らないんだよね。知らない、それを目指して受けてないから。そうなんだよね。いつなんだろう、全然知らない。何はあるの。え、今はなんか600何ぼか500、800、分かんない。見てる、それぐらいの。半目ね、半目、半目のやつ言わない方がいいの、メールのやつ。まあいっか、写真のこと。7月後半からオーディションだったんだ。フェスメールまだ来てないの、ダメじゃん。ドラえもんね、なんかドラえもんね、なんかね、勉強なのあれ、あれちょっと勉強でやだ。今回はなんかどこでもドアで北極に逃げてた、南極か北極に逃げてた。ジャイアンから逃げるみたいなって感じでの話だった。チャイラブよかった、衣装可愛かったよね。ちまちま寝てた、ごめん、ちょっと NG ワードだったかも。カメラの回数さ、本当に別な、確かにあれだね、チャイラブ。緊張した。え、なんか事前に緊張しない割に舞台に出たらなんか案外みんながいて緊張しちゃって笑えなかった。緊張して泣きそうになって笑えなかった。泣きそうは嘘だけど。え、27月中にショールームだったんだ、知らなかった。大切、かわいいしてるよ。お弁当、なんか白ご飯以外は食べた、ちゃんと。頭痛、目覚めた。レナもだ、レナもみんなと話してたよね、目覚めちゃう。だから今日は布団の上で配信しようと思ってここでやってんの、目覚めちゃうよね。のび太マジイラつくから。何してんのって。もう寝ます、でもちゃんとちゃんと寝落ちしてる、カクンってなってる。うん、よかった、メール来て。確かにのび太しっかり者やだね。下手上手多め、どっちが欲しいなるんだっけ。え、でも上手もいたよ、上手もいったよ。頭曲か上手が多かったかな、ビューティフルまでは。参加はまだ、もう下手だ。あ、違う違う、え、あれってどっち、あ、下手か。後半曲が上手だ。後ね、ね、前半ね、下手多めだったよね。そうなの、そうなの。でも後半は上手だった、コナジャンとパレオだけだっけ、あとなんだっけ、だね、あ、2曲だけだったね、よく考えたら。
2曲だけかな多分、わかんないけど多分2曲詩人が半分神手寄りだった。どういしてるよー、レナさん、やっほー。野球球としての年齢制限、あ、年齢制限ね、あったよね、思った。なんかレナは前回の時がないって聞いてたから今回もないんだろうなって思ってたんだけど、あったらしい。あやとり、私の時ドラムがドラえもん回る回ってちゃうんでしょ。歌あるから書けるよ簡単にね、ドラえもんは教養。衣装デニムなのあれ、やっほー。デニム生地的な、だから案外スカートが重いんですよね、あれフリフリに見えるよね、でも重いスカートってえって思うじゃん。ドラえもんにね、レナもね、勉強要素なんてないと思って見始めたら本当にめっちゃ勉強要素しかない、マジ。あとなんか人間関係みたいな、なんか子供用みたいな、なんかこれはしちゃダメなんだよみたいな、なんかのび太ダメでしょみたいなとか、なんかドラえもんがのび太くん僕に頼らないでやってみるんだみたいな、すごいじゃないかのび太くんできたじゃないかみたいな、なんかそういう話とかあった。なんか子供向けだなと思って、そう客観的に見てる。え、フェス後の写真やばいでしょあれ、やばくない、汗やばいでしょ、髪の毛もボサボサだし、湿気だね、湿気なかったらもうちょいねマシだと思うんだけど。あれね、ステージめちゃくちゃ滑んの。お疲れ様、ありがとう。寝落ちスニージと手繋いでないんだよね。あのなんか今日ステージ出るときはあのなんだっけ、詩人のあれで入るじゃん、幕がないからさ。しかも最初レナ棒立ちしてたよね、おばあちゃん終わる前に、あやばい両足立ちじゃんと思って焦った。結婚して、いいよー、声裏返ったまあこれもねありってことで最初は下手、そんなイラつかないよだけど何してんだろうなぐらい大げさだった神手ってどっちだ、左手か。リアルテルトルいっぱいいて嬉しかった効果すごい。なんか最初はなんかステージ出る前になんかみんなで私が晴れ女、私が晴れ女みたいになってたけど、ステージ行った瞬間リアルテルテルいて、あもう私のおかげじゃないです、あなたたちですって思ったひどすぎ、ひどすぎアイドルひどいねレナって。不思議と目が本当に、え、やさやさだね、やさ退場はね最後だったね。あったね、なんかテント、白じゃなかった、グレーだったんだあれ。結婚して、いいよいや丸とか丸かけるし普通に、こだわり強いから、なんか小学校の時とかさ、人の顔とかってさ大体めっちゃ丸く描くじゃん、そうなんかこういうやつじゃなくて、大体小学校低学年とか保育園の時ってさ人の顔とかでも丸ってめっちゃ綺麗な丸描くじゃん、その丸とかも毎回消しゴムで消してたよ、下手だからかな一発で描けなかった。お疲れ様、ありがとう。眠い眠いよ、ビューティフォーだったね、確かにそれも下手だった気がする、下手だよね。そう友情学んでんの、そう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 、友情も学んでるし、なんか大陸のこととかな学んでた。アンキパン欲しいって思ったことないな、食パン1枚食べれないあのまま。ジャムとか乗っけてもいいの、アンキできる、ジャムつけてもできるか、ね、ゆいになってる、テロップ違うね、メールか、マジで漢字使った覚えがあったんだけど、子供向けだからかきれなを客観的に見てるんだよ、ちょうどよくない、客観的に見てんの、だから言ったじゃんさっき、客観的に見てるって。
合わせよーおっつー詩人ジャンプ詩人よね詩人スタートいいよねパレ終わりもいいよねでも合わせ1日だけだったの前日のなんか多分みんなはなんか結構 2,3 日連続とかでリハあるんだろうなっていう感じでなんかトーク会とかもやってきてたのなんかフェスのやつとか大変じゃないみたいなたくさんあるんでしょみたいな感じだったんだけどみんなとお話あのトーク会の時とかは本当にマジで一曲もやってないレベルで詩人とかも立ち位置違うじゃん振りもねだから一曲もやってないから何も言えなかったあーみたいな振り入れ終わってたけど曲はね知ってたけど何もやってないんだなとか思って大丈夫かなあれなみたいな無事終わってよかったですね裏話ドラえもんに出てくるドラえきって本当に美味しそうに見えるのあんまり好きじゃないんだけどめっちゃドラえもんが食べてたらなんかね美味しそうに見えるえ本当にそれなマジで全員怪我なく終えることができて本当にそれが良かったよね友達ちゃんがずっと揺れたこと揺れてたって何何それ揺れてたって何怖い怖いだってどういう何揺れなのそれはおもろすぎじゃん緊張してる感じだったうんリアルてるてるいたそうなんかレナってねココとココハに挟まれる時が結構ねあるんだよねいつか忘れたけど前もあったリアルてるてるダメか NG ワードだったうん晴れてよかった晴れてはないけど止んでよかったなんかレナの予想は本当にめちゃくちゃ雨が降っててみんながカッパ着てて怖いこけそうで怖いみたいな感じだと思ったんだけど感じだと思ったんだけどみんなカッパじゃなかったみんなカッパだったら笑っちゃいそうとかずっと言ってたんだけどカッパじゃなかったぞみんながと思ってねって感じ見た時に限って間違えてた言わないでフフ子供レナじゃないよチビレナじゃないよだるね早いねこないだ年明けたんだけど本当にやばい本当にやばい早い3日しか経ってないよまだ年明けて当たり前のように嘘をつくごなじゃん楽しい飛んでみせてその存在気づかせてよの振りはちょっと苦戦なんだけどみんなで苦戦した、まあ、その難しいっていうか忘れちゃうよねみたいなでも練習本当になんだろう3回とか2回ぐらいしかしてない1回はみんなと合わせでもう1回は合わせ前に自分で1日踊ったぐらいでマジで焦ってた本当に本当にやばいと思ってうんそれな元気になってよかったなんかパレオのさイントロ始まった時にさなんかそれだーみたいな言ってた人いなかったそれだーって何期待に応えられたということかそれだーみたいなそれなんだーみたいな言ってなかった笑っちゃってさそれなんだーみたいな言ってた7曲大変だったけどでも全部やったこと、まあ、全部っていうかやったことあった曲が多かったからまだまだ全然いけましたね全然セーフだったガキさん可愛かった嬉しい今日も可愛かったよありがとう
リハは朝は立ち位置とバンザイヴィーナスを曲でやった。リハでなんかみんなすっぴんでボサボサでバンザイヴィーナスを一曲あのリハの時にやったんだけど、リハの時からいてくれた人とかいたんだけど、みんな拍手してた。すっぴんとかボサボサのレナたちに。バンザイヴィーナス踊った後。Tシャツね、目立ってた。ちょっと良かった。確かに。いや全然忙しくなかったよ。あの時何もやってなかった。みんなと話してる時はフェスとか本当に何もやってなかった。他のことで頭がいっぱいで。そう、うん、どら焼きめっちゃ丸いよね。ぷっくりしてる。どら焼き美味しいよ。怒られちゃう、どら焼き好きな人に。じゃあかきれながまたどら焼き美味しそうに食べてみるね。鬼滅なの今日、後で見よう。いや、これヤンキーやん。死ぬ。マジで何それ、ダッサ自分。ね、え、公園でも、公園でもヤンキーしてる。本当に本当に本当にみんな本当に揃ってよかったよね、出演メンバー。風本当に多かったからね。雨止んでよ。前じゃなくてマジ。え、降ってた？小雨だったのかな？止んでた完全。完全止んではないのかな？まあ、でも、大雨ではなかったよね。ステージめっちゃ滑るね。ずっと配信見てた。いいじゃん。サボれるならホワイトですね。いいと思います。大丈夫そうね。明日の制服の夢楽しみですね。ちょっと声が出ないからね。まあ全然治ったからマジセーフ。頭痛い、湿気でマジでやられすぎてやばい。え、なんか帰りのタクシーでなんか湿気でマジでやばい。本当にマジ頭痛くてマジ吐きそうになってて、こんなのチーンってなってて、でなんか湿気やばくなかったみたいに言ったら、ココミンが調べてくれて、今日湿気 90% だってみたいに言ってて、死んだ、終わった、チーンってなってた。今日事務所で寝て治った。喉、え、全然大丈夫。なんかの残ってる感じ、声出ないのが長引いてるだけで、咳も本当に別にそんなにめっちゃ出ないし、喉も全然痛くないし、熱もないし、だるさもない。なんか長引く系のやつ。え、待って、どこ遅れた。いや、あるんだよ、あった、どっかあったんだよね、1個か2個ぐらいあった。あ、遅れちゃったみたいな、忘れちゃったみたいな。どこだっけ、パレオかな、上手側、下手、上手側か、あったよな。3ヶ月、え、やばい、まだ3日、え、まだ体感3日のところなの。コメント、みんな今日テンション上がってコメント多いね。え、5000円のリンコードとかあるの。マジですご、天才じゃん。けど着なくてよかったね。いや、着た方がよかったのかな。振りコピー、あ、確かに確かに、サビとかね、踊りやすいよね。うん、パレオの時ね、マジビビった、それなんだーみたいな叫んでて、あ、これなんだーみたいな。マジで面白い。いや、やば、レナがケーキ作ってもう半年経ったの、えぐいね。パレオ優勝だった。それなだーみたいな、ね、リハから見てくれてたよね。すげえ時間いなかった。レナたちは楽屋で待機だったけど、みんなは外なわけじゃん。あの距離だとって何。
キメキメ18回制服の公演出演してみたい。あ、そうなんだ。へえ、すごーい。そうなんだ、すごい、数えてくれてんの天才。湧いてたよね、声出たの。やば、天才やん。フェス生かけるのだったんだ。どうだった？出てきた時は、あの詩人だから別に笑わなかったかも。いや、わかんない。1曲目知ってたじゃん。そうだから、みんな気づいてた人いたかもだけど、軽い熱中症だった。本当に知りかげる。何それ、ドラえもんの道具。偏頭痛ってかやばいよね、頭痛いもん普通に。8時間寝な。寝てください。やった、今日は寝れる日。いつもは寂しい夜を越えて、一人で越えて朝に寝るんですけど、今日は寂しい夜を迎えずにこのまま寝れそうですね。いい夜だ。いい夜ですね。明日もね、頑張りましょうね。頑張りますよ。やっちまったって顔してたってことは、配信で映ってたってこと？終わった。でも2回、待って、どこで盛大に忘れてた？待って、2曲目、どこだっけ。2曲目、チャイラブでしょ。チャイラブ飛んだよ。あれだ、チャ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 ーンだ。わかる？あそこ、あそこでしょ、一列になってチャ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 ーンで、自由でチャイムはラブソングの、あの自由の振りのところじゃない。でもあそこあんまりジャンプしないよね。でも、わかんない。バルが見たかったのか。待って、このじゃん、手伸ばす。どこだっけ。このじゃんでしょ、じゃーん。全然覚えてない。やば、恥ずかしい。自分が気づいてないとか爆笑されてるとか、やばい。リハめっちゃ見てた、みんな。でもリハだからさ、場当たりしてる時とかもうさ、下向いてるしさ、踊ってないし、番号にただただね、移動しているだけだから。で、先生と話す時は、ここ点 2.5 でいいですかとか、これマイクはつけるからさ、だから待ってるみんなはなんかマイクで 2.5 でいいですかみたいな、やる気のない。確認の業務連絡みたいなさ。それを聞いてて、なのに拍手をしてくれましたね、リハ終わり。みんなすごいよね、7時間目にやばい、すご、気合がないと無理だね。ケーキ作るね、またケーキ作るわ、いつか。じゃ、リベンジ、リベンジ、リベンジするね。リベンジするね、また。前回のね、クリスマスケーキだっけ。クリスマスケーキ失敗しちゃったから、成功、見た目は成功したんだけど、ちょっと中はね、失敗しちゃったの。だからちょっとまたねあのね、やりますね。あ、おいしみる、なんか分かれてきてるのかな。あ、シリカーゲルって乾燥剤なんだ。へえ。なんかね、ドラえもんのやつでね、なんか影をなんか切り離すみたいな、いや、あの道具があったんだよね。それに似てた。たっぷりでありがとう。寂しい夜なのよ、いつもね。キアの夢見たの、どんな夢だった？今日もずっとココミとイチャついてた。ココハとずっと言い合いしてた。ココハとずっと言い合いしてた。可愛いんですよね。そ
そう、明日もなんですよ、やばいって。やばいって。うん、録画できるんだ。え、確認して、どこか言って、また言って、言って、振りなのかな、わかんない。半目とぶれてる写真、ああメールね。あれかと思った、 YouTube 見てるスクショかと思った。え、フリーだよ、あそこは。みんなと違うとか言わないで、フリーなんだけど。フリー、フリーの場所みんなと違くていいの。いろいろ笑ったとかあった。マジでこっちは恥ずかしいわ。立ってないよ、布団に座ってる、ちゃんと座っております。私の制服向かいも行きます。展示だけ頑張って。マジでそれな、本当にやばい、大変すぎて。まあでも公演は慣れてるからあれだけど、フェスはなんかちょっとね。しかもなんか場所がもうちょっと狭いかと思っ、いやわかんない、どうなんだろう。なんかリハの時に番号を全部覚え直しとかしてて、レッスン場の番号とリハの時の番号が違くて、そうで、なんか結構覚え直したんですよ。まあそんなに3、4個だけど、なんだけどね。だからびっくりした。なんか最近家の中で変な音鳴るんだよね、人が入ってくるような玄関の音、ガチャみたいな。動線でここ見て思いっきりぶつかった、ここ見と謝り合った、その後どこだろう、レナ、どこで間違ったんだっけ。どっかめっちゃ、はっ、って顔した覚えはある。はっ、って。みんな覚えてるんだ、膨らんでないスポンジ。いや、味は大丈夫なんだよ。待って。ケーキ作れるんですかとか言われてる。バレンタインで作る予定だった板チョコは兵庫で買ったのね。兵庫で5枚買って、で名古屋に帰ってきたじゃん。で兵庫にあるっていう話をして、また兵庫に帰ったら作るねって言ってたじゃん。持って帰ってこなきゃこっちにとか言ってたでしょ。んでまた兵庫に帰ったらお兄ちゃんが食べてた。お兄ちゃんと弟が食べてた。2番目のお兄ちゃんは甘いもの食べないんだけど、板チョコとかチョコがめっちゃ好きで、弟甘いもん食べるから、でなんか二人でめっちゃ食べてて、えぇ、ー、みたいな。冷蔵庫開いて、よしなんか作ろっかなと思って開いて、あ、生チョコあるじゃん、な、5枚中なんか 2、3 枚は残ってたんだけど、見た時になんか、えー、みたいな、ちょっとみたいな。2階に向かって叫んだ、誰が食べたの。したらなんか、えー、食べたあかんやつやったん、食べていいやつかと思ってた、いや別にいいけどみたいな、食べていいけどとか、結局食べられてた。だから、だからプライベートでも何も作らず、配信でも何も作らず終わった、そのまま。ゴミの取り合いしてました。みんなとりあい事務所でご飯食べたよ。でもなんかマネージャーさんも言ってたけど、こういうなんかフェスとかの次の日の公演が一番なんか気合はあるけど体がついてこなくて怪我しちゃうから気をつけてねって。確かに体
感じ。下行くからね、おっつー。いや、めっちゃ下にいるんだって、カメラマンの人が。こうね、下にいるんですよ。ここだよ。で、だからこう映ってるでしょ。ここ、ここからね。ここがステージだとするじゃん、この壇上が。こう私が踊ってます。こっから。こっから撮ってんの。下から。YouTube スクショできた。なんか画質があれっぽいかなと思って、みんな ある曲のラスト書き入れ遅れてたね。あれだ、サンカワじゃない？サンカワの最後のポーズでしょ絶対。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんでしょ。音聞こえなくてやばいと思って、めっちゃ遅れたと思った。下手どっちだっけ、右か。うん、ユアとビーム撮った。そう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 、ユアがカメラに映ってなかったらしくて、ソロ詩人の下手側のね、一人目の。そうそうなの、そう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 。でなんか悲しいって言ってた。でもビームは映ってたみたいで、めちゃくちゃ可愛かったのに。なんで半目かブレブレでもいいよ、レナって半目だから。アンチじゃないよ半目は、別に半目で投稿してもアンチじゃないからいいよ。まあ嫌だよね、あげる方が半目あげるのかわいそうだなってなるよね。うん、配信で映ってないけどコールはユアだったってことね。だからなんでだろうって感じか。台湾なのこれって。そうそうそう、覚え直しみたいな感じだった。映画館あるよねあそこ。劇場と変更、いつも覚えてる番号は劇場以外では使わないよ。劇場以外の番号じゃない番号でちゃんと今回も覚えてるから、外イベントだから。それはやばいよね、劇場の番号だったらやりやすすぎだよね。外の会場で考えてくれすぎだよね相手が。顔が見えんかった、首元までってこと。そんなことある？怖いよね最近ね。なんかこの間寝てて、普通に夜にあの電気を消してもう寝る準備をして、普通に布団に入ってて、でね、なんかガチャみたいな、あの分かる、玄関のガチャって音が聞こえて、え終わった殺されると思ったんだけど、何もなくて、何の音みたいな、分かんないんだよね何の音か、分かんない。最近それがたまにあんの、なんだろうね、湿気の時期みたいな、そういうこと、それか。それな、テンション高くて寝てないしまだ。ね、食べられちゃった、おやすみなさい。4人兄弟、自分入れて。そうだよ、なんかね、いちごの釘の種はね、レナしか食べなかった、かわいそうじゃん、お母さん食べてあげないと。レナも本当ああいう系のお土産って食べないんだけど、お母さんのセンスもあんまり良くないよねなんか家族が食べない系のものを買ってくるからさ、しかもなんか4袋 も5袋も買ってきて、まだあるんじゃない、わかんないけど。いや別に食べられてもいいなと思って確認したから、別に食べられててもよかったんだけど、怪我ね。そうそうそう、下アングルでもいい感じだった、スクショめちゃしためっちゃしたけど残念だった。めっちゃ真下だったよ本当に。だってさ、あ、歌いながらさ、カメラマンさんいるなーっていう角度があるじゃん、ここら辺にいるなーじゃなくているなーみたいな、ここここヤッホーみたいな
マジもう真下だから、真下ってかほんと下からすぎて、マジですごかったですね。日中ね活動してないとダメなんだよ。そうなんだよ、マジでそう、なんか本当にそう、なんか昼から活動しても夜寝れない、昼前に寝てたら当たり前か。それは参加はね、え、走ってはない、最後のじゃじゃんだよね、じゃん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 じゃじゃのじゃじゃが遅れた。なんか音聞こえなかったっていうか、なんか自分でこれぐらいで鳴るだろうなってタイミングと音が思いっきりずれてた。やばい、やっちゃったと思って。半目はいいけど脱水してきしてくんのはアンチだね。脱水はちょっときつい、さすがに、さすがに脱水はきついね。うん、洗濯とかはまだいいじゃん、洗濯は可愛いよね、まだ脱水はきついよね。対バンなんだ、全然合ってないけど。半目じゃなくて完全に目を閉じてる方が多いのってことは瞬きが多いのかな。いや、半目でも瞬きが多いってことか。いや、どうなんだろう、瞬き多いのかな。笑ったら目がなくなるから、でもそれだったら目閉じてること少ないよね、まだ分かんない、霊感強いよ。え、違うの違うの、どこかの部屋とか隣の人じゃなくて普通にそこで鳴ってる音、普通にそこでガチャって鳴ってる音がするの。分かんない、よく分かんないですね、いろいろありますよ、お化けにも。でも絶対幽霊物件ではないから分かんない、何の音だろう、ガスとか、ガスガスの音、ガス切れる音とか、ガチャーみたいな。家の隣でお化けいるけど最近見ない、最近っていうか見なくなったね。え、この家引っ越して金縛りになったこと1回ぐらいしかないかも、まだそんなない、だから大丈夫だよ、めっちゃ寝やすいよ、だからね全然大丈夫。疲れで音聞こえないよ、音聞こえてたよ、疲れで。ああ、引きのカメラもあったけどね、ローアングルすぎてマジでさ、マジで本当になんかちょっとええー、みたいな。本当に、あ、ここ見てもハートね、万歳ミーナス。うん、近かったねステージにも。喉いた、かき頭いた。待って、なんで知ってるの、やばいって言ってんの、やばい。待って、バレてて無理、めっちゃね間違っちゃったの今日全体的に。だから目があった近くの人になんかやばい、めっちゃ間違ったみたいな言ったの、終わってすぐに。やばいって言っちゃったのね、見られてた、え、見てる人いますよね。そ脱水懐かしくないから。またきおいしく。目つむって、つぶってじゃないの。え、なんでレナって、え、ちょっとどう、みんなさ、ちょっとじゃ今から意識してさ、あの配信見てみてよ、レナのまばたきとかが多いか。気にされたらいっぱいまばたきしちゃう。気にされたらとか言って、誰も気にしてないと思うけど、なんでだろうね、別にドライアイとかじゃないよ、完全に目を閉じてる時が多い。
あー、なんでだろう。頭頭めっちゃ揺らしてんの、あれな、なんで、何それ。ね、ちょっとね、ビビるよね。万歳皆様あげてたね。そこから先がちょっとね、もうまばた終わりか、目閉じちゃってて、合っていると言っていいのか。話してるか、言って、確かに寄ってきそう、それはそう。なんか霊感ある人ってあるらしい、霊も気づくみたいに言うじゃん、この人はなんか気づいてくれてるんだみたいな、だから集まりやすいみたいな言うよね、よく。いや、え、1回ぐらいあるよ。え、金縛りとか本当になんかあれらしい、みんな案外ならないらしくて、本当にね、小学校の時とかマジ毎日なりすぎて、本当に小学生ながら調べたからね、携帯で金縛りすぐ解ける方法みたいな、もうならない方法とか無理なの、毎日なるから、ならない方法とかも分かんなくて、まあ、今日もなるだろうなと思って、でも怖いじゃん金縛りって、毎日あったとしても怖いでしょ、動かないんだから、ストレスたまるじゃん、喋れないし動けないし、で、なんか調べたら、なんかあの指先とかから動かせばいいみたいな、だからレナは人差し指に力をギューって入れて解除してる、解除。解除って感じ。明るくなって寝るけどさ、その明るくなるまでの夜が別に怖くはないけど寂しいやん、寝てないからずっと起きとうから、ドラえもんと共にね夜をね過ごすという悲しい人なんですよ。え、お祓いしたら音しなくなった、いやいやそれは事故物件ですよ。それ事故物件ですね、きっと、はい、事故物件だと思いますそれは。最近隣人見ないっていうか、隣人と会ったことない。隣隣人の人も会ったことない、隣隣隣隣人の人も会ったことない。実家では金縛りになるの、あ、でもなんかお母さんと寝てるときは部屋が違うねんけど、お母さんの寝室で向こう帰ったらいつも寝るねんけど、こっちに布団持ってきてるからやねんけど、自分の部屋でベッドで寝てた時は金縛りになってたけど、なんか構造的になんかレナの部屋が家の中の角部屋やねんけど、そこが鬼門らしくて、だからなんか変な音とか鳴ったりするらしい。え、マジで、え、思い出したんやけど、自分で今自分の部屋で寝とう時のあのゴーストの仕業を思い出したんやけどさ、テーマ曲流してみるわ、マジ何それ、頑張ってください。え、あの今思い出したんやけどさ、あの何やったっけ、自分のな部屋で寝とう時にほんまに一回あのエアコンが普通にあの夜にベッドで寝てて、エアコンがほんまにマジで外れてこの足元に落ちてくるんかぐらいの音が鳴ったわけ、バーキーンみたいな、バーンみたいな、バッバーンってなってってなって、けどそれもゴーストの仕業なんよ、え、やばくない、普通めっちゃ怖ない、でなんかそ急にそなんか急にそれじゃなくて、その前からもずっとずっとなんかもういろんな音が聞こえとってん、ずっともうなんかずっともうずっとなんか音がない状態がないぐらい、パチカキンみたいな、わかる、なんかラップ音的なのも聞こえるし、なんか外からなんかドンドンみたいなドンっていう音も聞こえるし、なんか庭でなんか誰かが遊んどるような音も聞こえるしみたいな、マジ夜中の2時とか3時に、だからなんか鬼門はマジで鬼門ほんまにやめといた方がいいと思う、部屋やるの。普通はなんか鬼門の場所にトイレを置いたりお風呂を置くみたいな、水場をするらしいねんけど、
なんかレナの部屋を立てて。勝てねえじゃん別にレナお化けに。なのにお父さんとお母さんはレナの部屋を鬼門部屋にしてきました。ひどくない？ひどいですね。強制寂しちゃったもらう。意外とマジ見られてて恥ずかしい。幽霊関係なしに金縛り起きそう。え、どうなんやろ。確かに疲れてる時金縛り起きるよな。ディズニーの帰り、ディズニーから帰って寝る時は絶対金縛り起きる。なんでレナってこんなに目つぶるんやろ。それマジでみんなに言われる。ほんまにみんなに言われる。明日特にカメラに映った時も目こんなんで歌おう。あ、女の子の第6巻とかマーイハウスとか、マーイハウスちょっと怖くやってみよう。優しいから幽霊も来んの。関係ないじゃん絶対。その悲しみは俺だよ。怖っ怖っ。本当にそうじゃん。生き量怖い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 。人間が一番怖いってこういうことか。体が寝てる状態ね。え、分かんないね。でも金縛りってやばくないので、目つぶってるはずなのにさ景色見えるじゃん部屋の。分かんない。え、金縛りマジであの全員なるものかと思ってたの。なんか夢を見るみたいなそういうやつかと思ってて知らなくて。でなんか同級生になんか最近金縛りマジでやばいんよなみたいな言った時に、金縛りって何みたいな、え、体動かんくなるやつやんみたいな、寝とうときにみたいな言ったら、え、そんなん怖いみたいな、何それみたいな、え、怖い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 みたいな。怖い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 ってなったわけですよね。私もこっちの方が怖いですよね。そんなの確かに。ちっちゃい頃はお母さんって呼びたいけどさ、そうそう声出えへんからな。テレビや映画みたいな霊はいないからね。いるよ、いるから、いるよ、たまにいるの。だってレナがねずっとね家の横の敷地で見てた幽霊はね髪の長い女の人だった。白い服着てる。え、レナもわかんない。そのいないと思うじゃんレナも。音とかさ気とかって言うやん霊感の人って。それもわかるけど、なんか人なんだよね。でも女の人 100% これは人なの。白い服着た髪の長い女の人なの。でも怖い感じしないんだよね。ずっと立ってんの電気の横に。いや、あの人は絶対幽霊なんだよ。でも人なんだよねあれ。本当なのこれ。いるんですよ幽霊みたいな、あれテレビや映画みたいな人。けど見なくなった。人に話したら人に話したらね見なくなった。見なくなったんだよね。猫ってなんか一生さ見つめてるよね。どっか眠いんじゃない。レナも眠い時どこか分かんないとこぼーってしてるから。分かんないけど。え、マジね思い出した今。マジでエアコン怖すぎて本当にマジやばいんだ。バーンみたいな音してやばいエアコン落ちたって思って、そしたら普通にただのラップ音。めっちゃ怖くない？爆音だからね本当に。バーン。って感じだからマジで。あ、ファイトありがとう。ディズニーの帰りは絶対にね。やばい、レナがコメント読むの遅いのに毎回みんなコメントやってくれるからもう飛ばすね。もう飛ばすね。みんながもうそのなんかあれの話となんだっけ、金縛りの話第1弾のコメントをレナが読んで第2弾の返答をまた今読んでる。で
あの目の目つぶりすぎ問題の第1弾もさっき来て、第2弾のコメントを今読んでるマジおもろいそれなちょマジね、あのレナの写真をスクショしてくれる人本当にマジで素材を探すの本当に大変だと思う。だってなんかあの公園入ってなくて今日は DMM だよみたいな人とかいるんだけど、なんかあのね、そうなんか限りなをねスクショするときとか、あのもうなんかあもうギリこれなんだみたいな、もうこれしかないんだみたいな写真とかたまにあるもん。あもう多分これはもうここしかあのいいとこないんだみたいな、これ以上いいとこはきっとないし、これがもう一番目を開いてる数枚なんだみたいな思ってる。そこを多分ね探してスクショしてくれてるんだと思うんだけど会社行かないとダメだって体動かなくなるの、それゴーストのせいだね多分金縛りマジめっちゃなっちゃうんだよね本当に。あビビる、怖いよね、怖い金縛りってマジで。でもなるの分かるくない？うわ金縛り来る、うわー動かないみたいな親じゃない人、人なの、白い服着た人、マジ人背中になんか乗ってもない、乗ってないか。えでもなんか背中とかとかなんかあれそつそれつゆのとかわかんないけど、たまに危ない人とかいる、この人あんまりなんか仲良くしちゃいけない人だなみたいなとか、気は合うけどなんか仲良くしちゃダメだなとかたまに思う。人に対しても思うようになってきた、大きくなってきてそれが霊感かどうかは分かんないけど怖いよねみんな怖がってる、ガチいるんだよね本当に マジいるんだよね、案外いるんだよね。えでもなんか目合ってないの、それなんか例えばさ、ここレナが前見て歩くとするじゃん、家の玄関の方にね向かって、よし家に入るぞ、ここにいるの、ここあ今日もいるなみたいな、けどこうじゃないの、目合ってないからレナの目で見てるわけじゃないんだよ、でも 100% ここにいて髪が長くて白い服を着て電柱の横に立ってる女の人なの100% ね。でも怖いんだよね、怖くないけど別によくわかんない、第六感ってやつだね、女の子の女の子の第六感、ちゃちゃちゃん、0.1秒の時にスクショ撮ってんのに全部あれか、MC ね、明日の MC 何話そう、マジいつもギリギリ奇跡の一枚やばい、奇跡の一枚がもう底辺すぎてさ、本当にマジでおもろいんだけど、気持ちいいよー誰のせいたまにね、でもたまに本当にたまにしかいない、今まで1人か2人ぐらいこの人は一緒にいたらあの気が落ちちゃうなみたいな、たまに本当にたまにしか分かんない、もっといるのかもしれないけど気づけない、たまにしか結構しよーん、300枚スクショして9枚なの生き残り、死ぬ、なんで、え、なんでそんなに目閉じてんの、やだやだやだね、やだね進めてくる系じゃないよ別に誰がついてくるレナの生き量
怖いよねマジ。気持ちいいるんだよね、なんか分かんない。第6巻ですね、お化けの第6巻です。分かんないよ、同期にいるかもよ言えないよね、同期にいてもそれは正直言えないけどねー。でもそんなやばいやばいって人は本当にマジで1人か2人だけど、なんかあーあーあーって人は結構いる、出会ってあまり一緒にいないでおこうみたいな。あーぐらいはいるいやー頭にあーはいるうん、笑ったら見えなくなる、それもあるんだよね多分。笑いしないでヒューヒュー。握手会とかはあんまり見ないかな、そういう感じでなんか友達とか、友達になっていく過程でああってなる人はいるけど、でも別に仲良くするし性格めっちゃ合うけどなーとかもある。上半期でしたね今日まであと6分で下半期に突入、かきれんにあんまいないかも、あんまいないね、気づけないかもそんな霊感強くないね、握手に来てあこの人やばいわみたいな人とかそんなすぐ気づけないね。友達になっていく過程みたいな、何回か来たから来てたらわかるかもね握手していくうちに、あどうするレナが、あ何回か握手、レナの何回かさ握手してさ、急にレナがああめっちゃ嫌じゃないそんなのめっちゃ嫌だよねおもろ、どうするみんな、レナが言ったらうわあ嫌すぎでしょそんなの。怖いよねいや言われたらやばいよゴースト日えごーい、なんでよいや言わなかったらまずもう気にしないじゃん、気づけないからさって感じじゃない。スタッフさんもビビるね、ああ言ってるんだけど何言ってんの、言わないよ言わないそういうことは言わない、みんなには、友達とかにも言わないよ、ちゃんと普通に友達として接するから言わないですね、あんまり人に言わない、家族とかにも言わないかも、たまに話す。お母さんもね霊感ちょっとってかあるんだよね、笑った方がいいやばい、除霊系じゃないんだよね、でもなんかわかる除霊してください、握手してやっほー除霊してください、怖っ。あんまり親しくしないっていうか、一緒にいる時間を長くしない、長時間にしないっていうか、ずっと一緒にいるようにしない感じかな、なんか映らないようにって感じ、イメージ的にわかんないけどレノの中では映る系、何なんか気持ちっていうか
なんかわかんないね、なんか感覚があるんだよね、なんかね。でも別に仲いいの。仲いいんだけどよくわかんない、自分でも。自分でもね、どこまで、そう、わかんない、あんまり。全く霊感ないわけではないよね。ぐらい。でも本当にちょっとしかないと思う。何も気づかないもん、案外。住所読み上げられるんだ。お祓い行ったら。お祓い行ったけど、何、怖い怖い怖い。なんで行ったの。レナの生き霊飛ばし。いや本当に重そうな人は来ないでしょ、アイドルの握手会は。本当に重そうな人はアイドルの握手会来ないから、大丈夫だよ。絶対大丈夫だよ、絶対来ないよそんなの。ビビるわそんなにいたら。そう、風邪ひいてるからうつるなみたいな。つれなぁ、ガチ恋すねらしてつる。どういうこと。意味すぎる。お疲れー。いないよね絶対そんなの。なんかつぶるわ。明日も頑張ろうね。みんなはと楽しみますね。お、また明日ね。おお。おやすみ。あ、こじらせてか。すねらしたのかと思った。おやすみなさい。みんな今日も楽しかったよ。今日も楽しい配信だった。おやすみ。おやすみ。ぽいちゃん。今ありがとう。ちびれなじゃないよ。はーい、しんありがとう、お疲れ様。雨の日ありがとう、しまんきもよろしくね。明日なんかあるの、せいこだめだよ。おやすみ、お疲れ、おぜん、バイバイ、バイ、ありがとう、ありがとう、おやすみ。あー、仕事めちゃくちゃ、おやすみ、行くせいって、あー、しょぶん行く、あー、ありがとう。おやすみ、ありがとう、みんな。